レンガ、ネジ、ゴムホース、結構いいのだけども、アイテム欄がいっぱいすぎて。とりあえずマーケットでいらないものを売って、売りたくねえけど売るしかないんだよね。右の方がアイテム、やっぱ倉庫を早めに作らないとダメだな。リペアキットをちょっと10個ぐらい減らして、もう倉庫を作ろう。まず1個じゃ足りないわ。ネジ2個、鉄板4個。早送り。建設。よし。早く倉庫できないかな。あと2個。やっぱり初っ端からね、効率のいいことなんかできない。あと1つ。よし、倉庫をもう1つ作ろう。ここでいいや。建設中。どんどんゲージがたまる。よし、完成。これでだいぶアイテム欄余裕できたろう。で、ワイヤー1とネジ4。こっちはキャンセルして。ネジが、ワイヤーもう1個。でネジがもう2個。よし。はあ、ああ、なるほど、倉庫は1つじゃ足りない。これ常識。仕事しろよ。誰も仕事しねえんだけど。寝てたのか？ん？仕事、結構。誰でもいいから仕事しろよ。もうは結構。お前仕事しろよ。ん？どうして仕事しないんだい？カロリーがもうないから食事だろ？ワークベンチ得意なんだ、プップ。あ、アイテムなくなってんじゃん。鉄板もネジもゴムホースも。よし、運転再開。また帰ろう。やっぱ移動してアイテム集めないと。地味だなこのゲーム。はい、稼いでください。まだ戦闘一度もねえぞ。あ、ついに来たか。不時着した宇宙船だ。ずいぶん昔に、墜落したようだ。人の気配がない。アイテム、ネズミを送り込んで漁ってみよう。見つかりゃもうげもんだ。怪しい、嫌な予感がするぞ。行くしかないだろ。やった、力場ジェネレーター。良いニュースもあれば悪いニュース。病原体に汚染されていた。船に砂漠熱が蔓延してしまった。スタミナの限界が減ってしまった。やめてくださいよ、そういうの。ゲホ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 言ってる。
ネジないのか。ロースクラップがないから、とりあえずハイスクラップからロースクラップを作ればいいんだ。そう、そういうのもあるのか。回収回収。さあそろそろ、あとネジが2個できれば。ちょっと待って、パートダウンならわざわざしなくていいよ。分解、こっちはいいや。キャンセル。であとネジ1個。よし、さあ来た。交代交代。オーケーマン、オーケーマン。よし。よし。作りたまえ。仕事しろ仕事。はい、到着しました。よし、ワイヤー鉄板ネジ。とりあえずこの辺を使って、うん。お金稼ごうかな。鉄板とネジを大量に作ってお金を稼ごう。なんか新しいの作れるようにしたんだけどね。モーター、ギアボックス、バルブ、スーパープラグ、ロボットワーム。ねえ、早め早めに次の作れるようにしても、そもそも素材がないから何にもできないね。走行強化。地味だな。もう一部屋作った方がいいのかな、こうやって見てると。どうだい、あと一つだ。チーズももらえるよ。よっと、オッケー、完了。合成チーズ、ネジ ×5、ワイヤー ×8、 建設エンジンルームは、ね、これ以上作れんぞ。あ、そうでもない、いっぱい作れる。ブリッジ、ワークベンチをもう一個作ってもいいかもしれないけどね。どうなんだろうね、これ作るとまた一からやり直しなのかな。寝床、とりあえずネジを作りましょう。してまた移動だな。部屋の強化はジェネレーター2。ダブルベッド、綺麗なシーツ。そこの曲。マップだ。受注可能が3つできてるからこっち行こう。なんかね、戦闘起こるのだいぶ先になりそうだなこれ。よし、だいぶ増えてるな。ネジを5個。そろそろガソリンも補充しとかないとまずいかな。
体交代交代交代うまいいやうまいはい到着しました。お、燃料もらえるじゃん、ネジ鉄板鉄パイプ鉄板、鉄パイプガソリンもらえるのは美味しい。結構な金額だからね。あれ納品ができない。仕事しろお前ら。ちょっと待って、いつの間にか食料がなくなってる。ストップストップストップ。うわー結構高い。お前らそんなに飯が食いたいのか。ご飯はいるよな。よし、クエストこなさないと。4匹は多すぎたのか。よし、チーズゲット。もっともっと稼がねえと。でガソリンはゲットできたからマーケットでチーズをちょっと買いだめしといて、でこのお金で燃料さらに追加。噂話は OK、 マーケット OK、 クエスト OK で、またマップで次でクエストチェック。ネジ、レンガ、鉄板を大量に作りましょう。とりあえずかまどを作ろうかな。じゃあレンガをいっぱい。出発進行。よし、さーてとりあえず次のマップでクエストこなして一気にお金が欲しい。ワイヤー、ネジ、レンガ、鉄板、ネジ、やっぱネジ、ネジ作るとお金になるね。移動しまくらないとダメだな。もうちょっとで到着だな。腹減ったよ。大丈夫、食料残り5ゼチーズが19個。結構減る。4匹もいらなかったな。ネズミ間引くか。することないネズミいるし。ネジ、鉄板、流砂を食い止めろ、合成水。おお、水処理装置がぶっ壊れた。便所水を飲むのと同じじゃねえかよ。鉄パイプ作ってくんねえ。鉄板6。
マーケット、食料を買いためて次の場所向かうか。マップ、はい、どんどんパーツを作るのだ。レンガいくついった？レンガ7個、あと1個だけどもうなくなってる。やっぱネジか、結果ネジか。レンガをまず繰り返しオフにして、キャンセルもしとかないと次行かないか。仕事しろ仕事。腹減った腹減ったよ。うわまただ、行ってこい。よし、力場ジェネレーター、また病原体に侵されてる。頑張れ。これで一気に減ったのかな。ブルブルペコペコ、腹減った。チーズだいぶ減ってしまった。はい、到着。もうね、次これ早めに新たな目的地行っとこう。ここから西の方に砂漠の道が交差する場所があって、ちょっと栄えた町になってるんだ。たどり着くまでの道、壊れた砂漠船がずっと野ざらしにされてるんだよ。怪しげな人影が船の周りをうろちょろしてるんだ。クエスト、はいっと、ネジうまいです。ゴムホース2個、レンガこれ1個、ゴムホース2個。どうだ、ハイスクラ1個しかねえな。ゴムホース2個いけないな。結果鉄板とネジをやっぱひたすらっていうね、いつも通りのねことが起きてしまうわけですよ。マップチェック、あ、裏道発見。出発、行くぞ。いいね、いい場所見つけたよ。あほ、なんかいる。壊れた砂漠船、ずいぶん古くて中身も空っぽだ。解体してパーツを取り出す。あ、ついに来た地球人。ハローネズミども。船のそばの小屋から話しかけられた。地球人のスカベソじゃ。今時船を直せるなんか地球人ぐらいのものだ。砂漠船ありますよ。掘り出し物ですよ。見ていけよ。大変どでかいでしょう。居心地よさそうなはずですよね。これだけのフレームが残っているのはあなた方なら奇跡的というはずですよ。何やら不審げな視線を我々に向けていますね。今の見た目はポンコツでも穴を塞ぐパーツあれば特に問題はないはずですよ。ただの鉄板じゃダメらしいと。すぐにボロボロになってしまうのだ。あなたらの今乗ってる船とニコイチすればこの船も見事復活していただけるはず。ニコイチわかります。船を解体してパーツでこの船を修理させていただきます。まあ手間賃はもらいますけどね。2000ドルでいいですよ。あなたの船と2000ドル、もっと大きな船をゲットしましょう。どうする、そんなに金はない。少々お時間いただきますかね。始まりの地でしたっけ。万事往来です。2000ドルないです。あら、そう、残念です。売れるまでここから動けないので安心してくださいねと。早くしないとお金持ってるやつらに買われちゃいますよ。多分買われないとは思うんだけどね。そもそもね、金がないんで。
どうしようもないですよ。あ、なんかアンテナがある。はい、到着。さあ、拠点のクエストは歯車ゼンマイピアノ線ワイヤー。噂話。ああ、砂漠船の外郭も元をたどれば地球人の技術なのだ。この惑星には修理できるやつはそういない。発掘される量も年々減ってきてる。砂漠から船が消えるのも時間の問題だ。砂漠のイベント。砂漠ではいろんな出来事に遭うだろう。オアシスだったり、墜落した宇宙船だったり。でも同じ場所で、訪れるたびに違う出来事が起きたりするんだよ。砂嵐と狂った磁場の影響だな。砂嵐は全ての地形を変えてしまうんだ。部屋のアップグレード。アップグレードタスクだ。実行すると部屋が壊れにくくなったり作れるアイテムが増えるぞと。まずは、解体工具。これもやったような気がする。予約をしておくと。知ってる。金払うほどでもないな。ネズミは縄張り意識が強いのだ。一度決めたことをずっとやるのだよと。万一されればその部屋のマリオウロチョロウロチョロ。そんな言うほどいい情報なかったな。燃料もまだあるし、クエストチェック。ネジ OK、 レンガ鉄板、ゴムホース。これさ、早くでかくした方がいいのかな。ある程度金と素材ないと意味ない気がするんだよな。2000ドルあるからってすぐしちゃったらダメなんじゃないかな。ローはだいぶ少なくなって、ゴムホースかける2、繰り返しオフ、はいはい、送り、まあ、金はちょっと余裕めだからね。食料買って、よっ、これで大丈夫じゃないのかい。よし、クエスト。ピアノ線だった。間違えた。お金がお姉に見える。まあまあいいか。とりあえず鉄板とネジまた増やそう。次に向かうのは、どっちだっけ、分かんなくなっちゃった。完了しているのはゴムホースの調達で屋根の修理。下だな。灯台の町、上の方が時間的には短いけど、こっちかな。とりあえずいっぺんこっちに戻ろう。よしよし、けどネジや鉄板を作るんだ、ひたすらに。ご飯どこ、むにゃむにゃ。もうあんまり暇ないぞ。げっそり。助けて、むにゃむにゃ。うまい。ついたね。
ワイヤー8はきついわ。鉄板6。いいね。いいね。一気に金稼げた。1960。鉄パイプ4。あったっけな。鉄パイプ。いけるね。繰り返し。繰り返しオフにしてと。で、食事をちょっとチェック。合成チーズ18。牛の骨とかいつの間にか手に入ってる。一応ちょっとずつだけど、お金はプラス方向だな。なんという地味さ。4人分の食い口もったいない。よし、これ完成で、仕事しろ仕事。よし、もうワイヤーは無理かな。これはで、レンガと鉄板をひたすら作って、このお金をもらえば一気にいける。鉄板4つ、繰り返しはオフで、次向かおう。拠点で食料を10個ほど追加しといて、レッツゴー。いやー、地味だ。戦闘が起きない。地味だ。さあ、鉄板どんどん作ってる。ね、ローが4個、灰が1個。もっと灰を回収しないと。レンガをね、えレンガでかまど作ったからってどうなるのっていうのがあるんだよ。かまど作ると、次これがね、炉が作れるようになるんだけどね、何を作りゃいいのかがもう全くわからない上に、新しいマップにした時に全部消滅する可能性があるんだよね。新しいマップじゃないね、新しい船にした時に。それ考えると、あんまり余計なの作らずに、でっかくなってから作った方がいいのかなっていうのは確かにある。お前らもっと運転しろよ。サボりすぎだろ。終わってる。鉄板ネジ、いつも通り。グースカピー、うまい。さあ、次の町に到着だぜ。クエスト、ゴムホースで800、おいしい。鉄板で400。そしてレンガをどうするかだよね。これちょっと無理かな。自分作るのに選ぼうかな。お金は3500。ちょっとセーブ。